その東側、うん、そう、そこに洞窟あったと思うし、でないね、これね、それそれで、砦っていうか、この町みたいなオブジェあるじゃない。うんうんうん、これか。そう、ここに巨人いたよな、アジの女王がいたんだろうな。うん、ここか。そう、この辺ね、一回もいたな。いたね。そう、あれね、あいつでしょ。あれね、いたね。あ、まだ倒してないのか、うん、なんか気づいたね。やったるい。まあ出力と進行を同時に補正かかってるという。これか。出力も魔法も祈祷も使う人向け。学院ではバカ者がこれを嘲笑する。これを嘲笑するならバカ者でやるという。なるほどね。なめんじゃねえぞと。なるほどなるほど。ごめんなさい、バカ者で。これか。また。すごいね。門の行動、はいはい、なるほどね。行きましょうよ。祝福をね。模色。あ、これが模色か。光って、白く光ってる。黄色じゃなくて。なんかあれで、ふんわりふんわり綿、特殊なやり方でロアの実を弾けさせた。あ、ポップコーン的なやつなんだこれ。こうね。あ、これがあれか、落下軽減か。軽減する。なんかさ、ちょっと面白いと書いてある。最後、無理をするならふんわり行こうよ。なんで急に優しくなったね。3人組に注意しろって言われてるしな。そのようだね。まあ呼ぶよね。こっちは4人組じゃい。どこに3人いるんだよ。いいね。終わった終わった。よし、あ、終わり終わり終わりって。え、3人組はどこ行ったの。え、嘘、メッセージだったんじゃないですか。終わりでしょ。なるほど。瞬殺だね。なんか武器手に入れたぜ。うん、ちょっと見てみよう。うん、やっぱね、アッパーカット強いんですよね。強いね。突撃制限が強い。一応斧ってことらしいね。中量ですね。あ、うわー、筋力が26。あ、まだそうです。これは厳しいですね。両手持つならいける。これか。あ、それそれそれ、それが両手持ちだ。なるほど。でっか。両手持ちをすると自分の筋力が 1.5 倍になる。1.5 倍になる。だから 18×1.5 の必要能力値の武器は装備できるよっていう。だから20、36までは、あ、じゃねえ、それ2倍だわ。27。あ、ちょうど、ね、ちょうど持てるじゃん。本当だ。そうだね。威力も上がるよね。上がってる上がってる。そう、ただし盾が装備できない。確かに。え、どういうこと。ガードしてんのこれは。
これがガード。一応、そのガードはできる。うん。ここだよね。ガードスカットか。68だから、32% は貫通してきます。なるほど、なるほど。そういうことね。うん。両手持ちしてる人は自分の獲物でガードをするってことですよね。でもそうしないとね、でも、うん、もろに暗いよりはマシっていう。まあそうだね、多少はってやつだね。ここにはもう用はねえよと。そうなの。